ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りしますガチャ動画。毎週土曜日は最新ガチャガチャ1週間毎日やってみたということで、7アイテムこちらのガチャ棒に入ってます。それでは行きましょう。ここからは例のごとく早送り。ラスト7日目の7つ目でございます。それでは一個一個見ていこう。どうぞ。1日目です。スタンドストーンズマスクコレクション。なんか久しぶりにスタンドストーンズの商品を紹介する気しますね。いやー、ハトっすか。ハトですか。怖いっすねこれ。これ素材はね、ちょっとこうラバーな感じ。ねえ、いやー怖いですね。マスクコレクションですからね。ちゃんとこれマスクの台座もあるんだね。これ台座にね、これをこう入れて、お、シュール。ボリューム1ということは今後この展開はあるんでしょうか。はい、マスクコレクションでした。2日目です。2日目、ジェイドリーム改札と券売機マスコット。いやー、もうなんかレトロだね。おわ、券売機、うわー懐かしい感じの券売機だねこれは。どうですか、夢急戦、無急戦かな、 JD カプセル戦、かっちり作ってますね。券売機です、券売機。3日目です。3日目。お、なんかちょっとセクシーなおみ足が見えますが。いろんなこと考えますね。マスコットフィギュアですが、美脚、ザメ。サメの美脚いいね。セクシー。サメと人間の下半身がくっついているという。悩ましげ。いや、不思議ですね。この辺がリアルです。美脚ザメ、サメですよ、ね、半魚人ならぬ半サメ人っていうんですかね、半甲人っていうの、はい、美脚ザメですよ。足がリアル。4日目です。味噌汁リングですよ、何が当たるか、パッ、お、いいんじゃない、しじみしじみだ、はい、バンダイのガシャポンですね。味噌汁リング、具はしじみ、なす、豆腐、なめこ、人参。いや、豆腐行きたいなと思うんですけども、ね、しじみいいんじゃないですかね。しじみちゃんと下のこの具の部分もきちっとあるんですね。で、これがリングになっていますしじみいい ね、ちょっと空いてます、しじみ、バカッと開かないよね。しじみリングです、ほら。あー、どうすか、しじみリング。いいね。ちょっとあれですかね、真珠的な感じでつければいいですかね、しじみリング。でもなかなかしじみがね、こういう風に商品化にならないですから。バンダイが本気で作ったしじみですよ。召し上がれ。ありがとうございます。このね、カプセル自体もね、この、味噌汁のお椀っていうのもいいですよね。これでこれで使えんじゃないかって感じですけど。ば、はい。しじみでした。5日目。エール、コンロのつまみ、来ました。すごいな。つまみだけでもこのラインナップ。後ろに磁石がついてるそうです。結構でかいのね。ほんとリアルなつまみと同じような大きさですよ、これ。まあ、結構でかめの磁石がついてます。これも冷蔵庫に貼ってもいいですね。この部分の、この、カチッとがいいですね。わー。この抵抗な感じがいいですね。はい。いやー、しかしカプセル回すとつまみだけ出てくるんですよ、これ。すごいね。いやー、いいなー、カプセルトイ。最高です、これは。6日目です。6日目はどんなんだ？ 6 日目。
同じくエールの添い寝。表情が最高ですね。狼、柴犬、柴犬のワシ、猫、ゴリラ。その中から、ワシだ。ワシですよ。これ別々になってんだ。あ、きちっと添い寝部分を大きく作りたいから、部品を別々にしたのね。なるほど、添い寝だ。添い寝ですよ、添い寝。はぁ、あ。いや、男前だな。夢屋の挑戦する人に送る応援ボタン。ボタンは、さあ始まりだ、応援ボタン。自分物語。いいねー。行きましょう。3、2、1。さあ、面白人生物語の始まりだ。いや、いいっすね。ボリューム大きく。さあ、面白人生物語の始まりだ。なるほど。これから未来への扉が開くという、そんな応援ボタンですね。ポジティブシンキングになりそうでいいっすね。さあ始まりだ、始まりだ。いやー、どんな味噌汁だろう。怖っ。そっとしておきたい。さあ、面白人生物語の始まりだ。食われんだけどね。はい、鳥から鳥です。でっかくなっちゃった。関係ないですけど、この磁石の部分とこれちょうど大きさ同じです。ほら、ね、券売機近寄れねえな。笑い飯の鳥人ですね。鳥人です。サプライズ、イヒヒヒヒ、イヒヒヒヒ、イヒヒヒヒ。最後のコラボもなかなかでしたね。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、さらには僕のガチャガチャのコレクションからリクエスト、そしてエモーイレトロガチャガチャの情報もお待ちしています。それではまた次回。